笑われていたと気づいた玉金、でも変われない。国民民主党の玉木雄一郎代表が7月25日に収録されたネット番組に出演し、異例の謝罪を行った。参議院選挙結果が芳しくなく、これまでの行動について自身検挙に反省したのだろう。その内容をまとめると、森友、 かけ学園問題について国会で時間を取りすぎ、国政の重要問題を議論する時間が少なくなってしまった。お詫び申し上げたい。私、玉木雄一郎は生まれ変わった、令和の時代の国会は議論の場にしたい。安倍総理の会見4項目には必ず下賛成ではないが、議論を進めていきたい。選挙を通じ、 党の個性を全面に出し切れず、ために野党第二党以下は埋没しがちだった。とんがるところはとんがる、党として独自性を持った主張を呼びかける。国会は議論をしなければならない、メディアは断片切り取りで曲げて伝える、それに乗っかってはいけない。過去の行動について自らの言葉で頭を下げ陳謝し、これからの方針を説明した玉木代表。 この謝罪を流した YouTube やソーシャルメディアでは前向きに捉える声が多数。本当に信用していいのか、と疑う向きもあるものの。ひとまず国民の意見に耳を傾けて改善につなげようとしているという点は評価された。オールドメディアでは無理なことだった。しかし一夜明けた途端、ガラッと変わる。党内では会見論議を急ぐ安倍首相が、 国民民主党に盛んに宗派を送るだろうと懸念し、動揺が走った。そんな説明は受けていないと複数の幹部が電話で真意を問いただすと、玉木氏はそういう意図はないと語ったという。26日になって玉木氏は、徹底的な政策論争をするという意味で生まれ変わるという心構えを申し上げた。 今までと考え方を変えて憲法論議に参加すると申し上げたつもりはないと記者団に釈明。首相との会見論議について党首討論などがその一番の舞台と述べ、1対1の党首会談ではなく、開かれた国会論戦で議論を進める考えを示しつつ、言い方は気をつけたいと、穴ぼこに閉じこもる風情で語った。 先週まで野党共闘で参議院選挙を戦ってきた各野党は合々たる非難を浴びせた。党内中堅からも、玉城氏の発信は、野党共闘に大きな影響を与える危険な発言だ。誤ったメッセージを送ってしまうと懸念されているという。大山名堂死ネズミ一匹、またもや。自身の原行に問題があったと率直に自制し、 改善につなげる方が信頼を勝ち得ると確信する。国民もそんな謙虚な政治家なら応援するだろうに。